はようございます。一人いないですね。一人いないですね。一人いないですね。ついに脱退ですか。脱退。卒業メンバー。早くないですか。堀さん、年少だ。堀さんいなくなったら僕らちょっとやばいです。やばい。推しがだいぶ減っちゃうんで。減っちゃいます。はい。ということで、今日は堀さん家に。なんと。みんなね、バッグも持って外なんですけども、今日は、堀さんが、堀さんがアウター200着持ってるって言ってたんですよ。はいはい、ました。あ、本当なのかな。確かに僕は嘘だと思いますよね。どうですかね、本当にね、よく数えたなと。いや、そう、でもまあどうやらなんかこう昔から手放さない人はっていうのは彼の中で言っていて、うクローゼットも入りきってないとじゃあ見に行って見に行ってやろうということで、まあ、200着あったら僕らにも似合うやつありそうだし、うん、昔ながらの懐かしいやつもありそうだし、ちょっと楽しそうなんで移りたいと思います。行きましょうか。はい、ギリギリで言ったんで片付いてないっていう風に言ってて、今も多分片付けてるんですけど一生懸命。多分そうですね。はい、まあもう時間は時間なんで、はい、ちょっと一回行ってみようかと思いう風に思います。はい、俺友達ん家に行くのすげえ久々だね。思うんですよ、なかなかないですよ。この年になってね、なんか友達ん家行くってないよね。はい、確かに。だからなんかすごい格の見しに気分ついて、まあなんかねちょっとゆるくね、ゆるくねっていうか、ちょっと待って、これですか、髪そうだそう切ったんすよ。もうちょっとアピールしてこないと。いやもうこれなんかしれっと始めようかなと思って。なるほど。加藤さんかっこいい。切っちゃった。カットしよう。加藤くんは今営業やってるんですよ、うちの会社で。でこの前までロン毛で営業してたんで。ああ、ね、僕よりちょっと長いぐらいで、ね、そうそう。これは身だしなみとしてどうなのか。そうですね、身だしなみを売る会社としてどうなのかっていうのを遠回しに僕が言って、その後に他のマーケティングのディレクターに言われて切りますと。でここまで切ると思ってなかったんですけど想定外。想定外、うん、結構切ったなっていう、はい、ね、だってめちゃくちゃイメージめっちゃさっぱりした。新入社員ぐらい切ってるまで、ね、21ですっていうおかしくないぐらい。いやでもまあね、かっこいいっすね、うん、似合ってる。すごいということで、はい、撮ってみましょうか。行きましょう。はい、はい、レッツゴー。こんにちは。こんにちは。言ってたやつ。じゃあ入れてもらいましょうか。すいません、お邪魔します。お邪魔します。めっちゃ嫌そう。もうだって言葉になってないもん。はい、ということで改めましてお邪魔します。お邪魔します。よく許してくれましたね。マジでめっちゃ嫌です。まあ、最初のあのリアクションようこそ。帰れ感の間違いだった。メガネ買いましたね。あ、メガネ買いました。かわいいですよね。どこの？これのセリーヌです。おー、あ、言ってましたよね。言ってましたね。言ってましたね。昔のデザイナーの前の PB ファイロさんの時ですので、まだいいの上にチョンがついてる。そんな差があるんですね。はいはいはい。どこで買ったんですか。これはどこだっけ。普通にメガネ屋さんみたいなとこに家用のメガネ買おうと思ったら、これなんかアウトレットを買ってた。これもちょっとインスパイア、うん、あのちょっとぽいっす。確かにこれ似てるやつかけてるから。ちょっと意識した。あれ、そんなメガネ持ってました。なんて、下回りと、これは割と下回りで、俺も毎日が変わってる。そんなことはさておき、まあ、堀さん家にやってきたわけなんですけど、アウターが200着あるという果たして本当なのか、本当か、堀さんの妄想なのか、本当にあるのかっていうのをちょっと、まあ、漁りたいなということで、どこにあるんですか。そう、あんま分かんないです。こことそことそこと、なんかあっち4カ所。4カ所ですね、赤は。ここが一番入ってる。へぇ、ここ隠し部屋みたいな。へ、謎のリモート部屋みたいな。開けていいですか。出的に大丈夫か。一回確認してください。ちょっと先見る。はい、確かに全国にさらされちゃう。これ何の部屋なの。待って、分かんないですよね。何の部屋。どうしよう、こんのです。どうすか。みんなそんな感じなんですね。ちょっとわかんないっすね。お仕置き部屋っすね。お仕置き部屋だ。お仕置きしてたんだ。じゃあちょっと鳥さんの謎の二畳部屋に大量に服が入ってます、ね。
これ全部アウターっすよね。全部アウターで、しかも多分3,40ですね。ああもう一個のハンガーに何個もかかってるってことで。ダウンで何？これだって全部ダウンじゃん。これ全部ダウンだよ。ダウン20ぐらい。やばくない？ダウンって1個じゃない普通。なんか真冬ってダウン着ると他着れなくなっちゃう。すごいね。でも毎日違うの着たいな。うん、だって1ヶ月違うの着回せる計算ですよ。うん、すごい。すっげえな。1ヶ月以上いけるよ、うん、これ。じゃあ俺がちょっと、じゃあ加藤くんに似合うダウンと高野さんに似合うダウンをちょっとチョイスする。あ、ぜひ。そこ入れるんですか？入れる。え、逆に堀くんどうやって取り出してるんですか？たまにこれ倒れるんで気をつけてください。とりあえず加藤ってこれだな。こういうのダウンじゃないですか？ダウンじゃないらしいです。もう、もう戻すため。え、ダウンですね。これなんか見たことあるんですか？これあれできてましたね。クリスマスの、クリスマスプレゼント。M6 号的な、うん、リラックスリラックスリラックス、これそれ高松さん僕じゃないよね。あ、これ高松さん、私ちょっと着てみてください。多分70-80年代っぽい感じ。でもこれ多分もう3年着てない。あ、そうなの。そんなに久しぶりに見ます。着てみな、着てみな。自分家みたいな。じゃあまず いっぺんこれ。いやでも高松さんダウンベストってあんま見たことないですね。あ、でもやっぱ似合いますね。おおしゃれおしゃれ。ダウンベストって最近着てる人少ないっすよね。加藤さんがこの前動画した、ね、僕がそうですね、今年冬は着てましたね、割と。え、これと、え、そう、開けてました。僕はやってるスタイルだ。ありがとうございます。加藤スタイルだ。ありがとうございます。めっちゃバカにしてました。え、それかっこいいじゃん。これで合ってる。あ、これ着てきたみたい。着てきたみたい。色着てるし、着てきたみたい。色着てるし。え、めっちゃかっこいいじゃん。これはもう着て帰ります。どうぞ。2度似合う。へー、これっぽいですよね。はい、これやってます。全くパクリに来てない。多分これここだけで60-70あるっすね。うん、パッと見た感じね。やっぱ高野さんこれを着てほしい。高野さんに着てもらわないと。これどこのっすか？若丸屋です。あー、まあ、ちなみにこれどういう気持ちで買うんですか？これですか？めっちゃ可愛い。でもレオパードね、おじさん好きだね。そうなんだ。だってこれ結構高いでしょ。90,000ぐらいです。そうだよね。90,000のものでこんだけ派手なのを買うって結構なんか勇気いりません？派手なもので安いと被った時めっちゃ恥ずかしいですよ。あ、なるほど。派手なのを買うようにしてます。堀さん流の鉄則だ。じゃあお客様。このね、総柄なんて早々着ないですよ。うわー、これめっちゃ絡まれたくね。でもなんか逆に似合うっすね。いや、す普通にぶっ殺さそう。ちょっとまんまじゃなくなっちゃう。デカママじゃなくて、デカパパだった。デカパパ。いや確かに。キャラぶっ壊し。親、あのむしろ親父って感じ。うん、やばいやばい。めちゃくちゃ怖い。うん、いい。でもハマります。でもハマる。久しぶりこういうの。ありがとうございます。じゃあ持って帰ってください。え、じゃあちょっとなんかみんなが一番似合わなそうなやつちょっとお願いしますわ。似合わなそうなやつ、ね、あるし、こっちにもあるでしょ。ここにもあるでしょ。ここにマジで多分家の中のほぼ具っすね。大変っすね。いや本当にね、腰めっちゃ大変でした、うん、だって家具よりも圧倒的に、うん、車で自分で借りてやったんですけど2回服で埋まりました。マジっすか。え、高ママさんは言うて服いっぱい持ってるじゃないですか。いやでもこんなにないっす。それは手放す、手放しちゃうこともあるし、手放しちゃいますね。循環させる。うん、これはすごい。僕よりも全然もう持ってますよ。お子さんもミニマリストですね。ミニマリストっていうか、無欲。無欲さちょっと。加藤くんはだってさ、古着屋で働いてたから結構持ってるでしょ。持ってたっすよ。僕もでも当時のは手放しましたね。手放す。結構。これ多分似合うけどイメージない。ああ、なるほど。的に確かにね。あ、これ堀さんよく被ってんの。ロエベ。ああ、確かに。よく被ってます。これロエベ。もうこれあれ店みたいになってる。あ、似合いますよでも。このままさ、これ被ったらもういよいよですよ。いよいよ。マジでこういうの被んなくなっちゃったんで。あ、かわいい、かわいい、かわいい、マジシャンみたい。前も職質待ったな。しかもこれ外マスクでしょ。何年前これ。かわいい。加藤さん、
こんな今の時代被ってるしいないよなかなか。ああ、海賊王に俺はなる。これで左目の方向に傷つけたもん。ということで、じゃあ一番似合わなそうな服にチェンジ。サッシュ。堀さんやん。堀さんにも大概よ。堀くん大好きな高浜さんみたいな。堀さんのファンみたいな。堀さんのファン。僕なんかこのまま出ましたよ。いやいや、これインスタで見たことある。あ、本当ですか。これインスタで見たことある。かわいい。かわいい、かわいい。いいけど、なんか、違和感がすごい。なんか、本当になんか、堀さんと写真撮った時に、なんか、チェキ会みたいになる。堀信者みたいな。はい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 。ちょっと待って、二人もね、なかなかなんですよね。ニードルやばい。エサやばいっす。ポケモンゲットだぜ。これニードルス。ニードルスです。すごいっすね。リビルドだから。リビルドのやつなんで。お、あれなんで。再構築して、タッチワークにしてるやつ。かぶんないですよね。確かに。かぶんないけど。すごいチョイス。すごいね。俺、エサさんこれ着て出社してきたから俺大丈夫かな。なっちゃうの。どうしたって思って。絶対多分俺の指示とか聞かないでしょ。だってさっきオープニングで、いやもうあの清潔感がどうだらで髪切るって話がそうやん。こうしてやん。で、ラグタグの店員。ラグタグのすごい嫌味な店員みたいな感じで。いや、いたよ、こういう人。だいたいベレー帽斜めにちょっと。やりません。絶対お客さんの似合わせじゃなくて自分の好きなもの売るっていう思考回路はない。それはなんで。コレクションしたいんですよ。もうコレクターな。コレクションしたいんですよ、ね、こういう風にスーッて囲まれたいんですよ、うん、だからこの間のアウトレットの回、あれもやっぱ楽しかったし、うん、ね、ああいうのまたやりたいなって。この格好で言われると全然説得力ない。堀ファンが何か言ってる。何か言ってるわみたいな。もう今何か変だなと思いましたね。何か変ですか。俺今この感じで購入品の紹介とかで詳しいこと言われてもなんか流しちゃいます。なんかお邪魔しちゃってすいません。はい、ちょっとあの今日一通りあさって、この後にドライブトークしたいと思いますので、はい、実はね、堀さんちと僕んちが徒歩5分という、あ、はい、実は近くに車があるんで、はい、ちょっと今日はドライブしていきましょうと。行きましょう。次の動画は僕になってますので、ぜひ見てください。ということで、またお会いしましょう。さようなら。